今回はご遠方よりお越しいただいたアウトランダー PHEV というお車に体格に沿わせて選択をさせていただいたエルゴメド MV というシートの装着の模様でございます。それで後ろ側をざっくり上げられますから、ちょっと そうです、後ろ側ね、ちょっと座ってみて印象を伝えてください。低いと思ったらすぐ低いって言ってください。低いかな。はい、わかりました。じゃあちょっと一旦降りてください。先ほどより後ろ12ミリ上げてみました。それでリクライニングは内側と外側にありますんで、手の入る方を使ってグリグリっていうのね。これか。そうです。こっちにもあるのか。うん、それでだらーっとした姿勢でこれ前とか後ろに行く。あ、行きます。もちろん行きます。で、お店で一番心配してるのは、はい、一番後ろにやった時に、はい、まだ膝が余っちゃうよとかって言ったら困るわけだ。今シート前に出すでしょ、多分。そうですね。で、それが一番後ろかな。もうちょい行くかな。それでおしまいかな。ちょっとやってみて。はい、あ、これが一番後ろ。そしたら、もう余裕でしょ、はい。で、それをやりたかったのよ。あ、なるほど。そういうことなのよ。そういうことなのよ。それをやりたかったのよ。はい、確かに。それをだからちょっとでも前出していいよって言ってくれると、はい、お店は一安心するわけで。そうですね。これでいいよって言って我慢して帰っても膝がだるくなっちゃうもん、意味ないわけで。確かに。なんか最初は分かんないけど、大体いつも乗るせこんな姿勢乗ってますね。完璧で完璧でございます。いいのか。ちょっと一回り行ってみましょうかね。そうですね。じゃあ助手席乗れるようにしてください。じゃあそれこっちでお預かりしましょうか。鍵忘れないようにお願いします。じゃあこれで最初の状態ね、はい、ちょっとこれ座ってみて、はい、これで最初のやつより、はい、6ミリダウン、2回目のやつより6ミリアップか、後ろだけね。なんかこれが一番しっくりするような一回り行ってみましょう。はいはい、これで直前より、3ミリ後ろ下がったかな。かけてみてまた行ってみましょう。全部で4回です。それとまあ緩めてもらうとこう抜けるんで。あ、なるほどなるほど。ということで、一旦装着をするまではそれほど難しいことはありません。ただし今回は、後方に行く量を少し確保してのスタートでございました。それでも4回ほどの座面高さ角度調整を行った結果でございます。ということで、良いシートをよりよくご利用になりたいとお考えのお客様、ジェットセットにアクセスをどうぞ。